2023年12月9日、沖縄タイムスが、2026年までに、アメリカ軍のティルトローター機である、V-22 オスプレイの生産が終了すると報じました。今回は、この裏に存在するポストオスプレイについて詳しく見ていきましょう。その特殊性と高コストから、海外での輸出は伸びのう悩んでいましたし、何よりも、後継機として、V-280、バローや、民間機 AW609 の開発が進んでおり、ティルトローター機の需要は今後も拡大する見込みです。脱出のポットにして射出する方が。実は、11月29日に、鹿児島県の屋久島沖で、アメリカ空軍所属の CV-22 が墜落事故を起こしていたことから、SNS 上では、両者を結びつけて墜落事故を起こしたから生産終了に至ったとする書き込みなどが飛び交っていた。沖縄タイムスの報道でも、機体の不具合や事故の頻発などにより、海外における調達が伸び悩んでいるため、生産終了を決定づけた要因の一つになったのだろうとしていたことから、それもまた関連づけられる一因になったのかもしれません。しかし、実際のところ、V-22 の生産終了は、すでに、2022年の段階で、アメリカの軍事専門誌やメディアにおいて、その可能性が報じられていた。その当時の理由は、アメリカ軍が予定していた V-22 の調達数が満たされたからである。もともと、アメリカ軍の装備調達計画において、V-22 シリーズは、海兵隊仕様の MV-22 が360機、空軍仕様の CV-22 が56機、海軍仕様の CMV-22 が48機、トータルで464機の調達が計画されていたことをご存知だろうか。それらすべてが現段階で発注済みであり、一応これから生産する機体もあるため、その生産ラインが実際に閉じられるのは、2026年度内ということになっている。実際は生産ラインが閉じられたとしても、V-22 の運用自体は、2050年代まで当たり前のように継続される。そのため、生産ラインを閉じることと合わせて、当然ながら、今後の整備や能力向上改修などに必要な部品などを生産し、保管するための取り組みも必ず行われる。海外への輸出が伸び悩んだ要因として、V-22 オスプレイは、もともと、海外への輸出を進めることにより、その単価を低減することが可能と考えられてきたが、実際には、日本の陸上自衛隊が17機を売りつけられただけで不振に終わった。その理由は、日本で報じられているように、事故や不具合の多発に起因するのかという疑問はあるが、その関連性は極めて低いと個人的には思っている。そもそも、V-22 の最大の特徴は、ヘリコプターと固定翼機の両方の特性を併せ持つことにより、限られた発着スペースしかない洋上の艦艇や陸自演習場などからでも、運用が可能でありつつ、長大な距離を飛行し、飛行場以外の場所にも着陸できるという点である。しかし、実際、そのようなニーズは、極めて稀なものと言われているのだ。通常であれば、長距離移動は、大量の兵員や物資を輸送できる固定翼の C-1 などの飛行機を使えば済むし、飛行場以外の場所には近くの拠点からヘリコプターを使えば降り立つことが可能である。要するに、V-22 が持つ最大の特徴は、艦艇などを使った海外展開能力が非常に高く、かつ、実際にその頻度も高いアメリカ軍においてのみ、最大限に活かされるということだ。しかも、V-22 は、ローターの角度を傾けることで、ヘリコプターと固定翼機の特徴を同時に合わせ持つティルトローター機という特殊な機構であるがゆえに、通常の航空機と比較して、維持や整備のコストが高くなるとの指摘もある。そのことを踏まえると、アメリカ以外の国が V-22 を十分に運用できるかといったら、実際には困難だったということも、初めから分かっていたのかもしれません。日本では、陸上自衛隊をはじめ、民間企業などもアメリカに準じた体制が取れたため、今のところ滞りなく運用できているようだが、維持整備が大変という声は自然と聞こえてくる。やはり、日本ほど航空機運用のノウハウがなく、アメリカを頼れない国からすると、V-22オスプレイを運用するのは、間違いなく厳しいだろう。
アメリカ陸軍が導入計画中の V-22 オスプレイに代わる新たなティルトローター機の V-280 バローがスタンバイ済みであることが報じられた。新たに同機の生産がスタートするとはいえ、 V-22 と同様のティルトローター機としては初の民間機となる AW609 がイタリアの大手航空機メーカーレオナルドの手で量産目前の段階に迫っている。また陸自でも使われている汎用ヘリコプター UH-60 ブラックホークの後継として開発された V-280 バローがアメリカ陸軍に採用されるなど、 V-22 の後を継ぐ機体はすでに続々と登場している。確かに V-22 オスプレイの生産こそ終了するものの、ティルトローター機の心臓は終わることなくより広まろうとしていると言っていいでしょう。やはりティルトローター機が持つ長大な滑走路が浮揚かつ飛行機同様の高速飛行が可能というメリットは、VIP 輸送や救助、救難用途としてはとても魅力的である。当然ながら、その流れの中でも改良、発展は続き、高性能かつ安全なニューモデルがこれからも生まれることは間違いありません。その中でも、V-280 は、周りを海で囲まれて離島の多い日本にぴったりな機体ではないだろうか。固定翼の飛行機が着陸できないような離れ島でもヘリポートさえあれば離着陸が容易にできて、通常のヘリより積載量も多く、航続距離も長く、飛行速度も速いとくれば言うことなしでしょう。患者の緊急搬送を自衛隊に頼らざるを得なくて、 US2 飛行艇で急患搬送を行っているような離れ島にもうってつけでもある。昨年11月30日に墜落した米空軍の CV-22 のように、特殊部隊支援のようなハードな使い方でなければ、事故率も他の軍用機に比べて低い機体であるし、自衛隊は V-280 を導入すべきである。確かに、空中給油1回を含めた作戦行動範囲に、朝鮮半島や台湾、中国沿岸部が入るから、様々な人たちが欠陥機だと難癖をつけてきたり、受け入れ反対と騒いだりするのは否めません。ヘリは、ローター直径11から 16M、着陸帯20から 25M 四方が一般的であるのに対して、オスプレイは、幅 26M、必要な着陸帯は 35M 四方以上となっていて、しかも重量もあるので、屋上へ、リポートは、ごく一部を除き不可とも言われている。推進力を得るだけなら、そこまで、大口径のプロペラは必要ないのだが、垂直の上昇と降下を行うので、ティルトローター機は、どうしても、プロペラが大口径になってしまう。V-280 バローの映像を見ても、同じように大口径プロペラになっている。やはり、大口径プロペラになる分、プロペラシャフトと連結したエンジンにも負荷がかかることになるため、そのあたりが駆動系の故障率が上がる原因となり、事故につながる可能性が高まるのでしょう。それでは、エンジンとプロペラを総発ではなく、4発あるいは6発にして、その分、プロペラの口径を小さくして、1機あたりの駆動系の負荷を軽減する設計にはできないのでしょうか。現在の総発タイプだと、片方の故障で墜落してしまうが、多発機にして一機エンジンが使えなくなっても飛行着陸ができるようにすれば生存率が高くなるだろう。多発プロペラのドローンを見ていると余計にそのように思ってしまう。アメリカ陸軍がオスプレイを調達しなかった理由は、機体規模が中途半端に大きくて高価だったからと言われており、数を揃えないといけない陸軍において許容できる単価に収まらなかったのが主な原因である。もちろん、もともと海兵隊が欲しかった装備だから仕方ないが、輸出もニーズと購買力が一致する国が同盟国では日本しかなかっただけで、多くの国はチヌーク足すブラックホークでこと足りてしまうのだ。墜落した CV-22 が欠陥機かどうかというと、おそらく今回の事故は2018年に起きた佐賀県のアパッチ墜落と同じく部品精度が原因ではないだろうか。今もなおCV-22 の引き上げ作業は続いており、本当の原因は公表されることなく、ブラックボックスに入れられてしまうのでしょうね。